は、せんべいです。今回のせんべいチャンネルは野球の試合を撮影してどうやって編集しているのか、結構いろんな方からご質問があって、実際お見せするのがですね、なかなか難しいところもあって結構長期戦になります。依頼主がですね、どんな試合を要求しているのかっていうのをしっかり聞く必要もあるんですよね。どうやって編集しているのかというのを、簡単ですけども、簡単な流れを紹介してみたいと思います。これあくまでもですね、依頼通りに編集してますので、撮って撮影して編集してますので、決して正しいわけではありません。編集もですね、いろいろ編集の仕方とかがありますので、これはごく私がやっている編集方法の一つということでご了承願いたいと思います。また僕はこんな風に編集してますよっていうのがあれば、下のコメント欄とかにでも書いていただけると大変嬉しいです。まずですね、ちょっと画面が3画面なので、キャプチャーしながら画面を出してもいいんですけども、編集上ですね、ちょっとその画面キャプチャーっていうのがなかなか今ちょっとできないので、見にくいんですけども、カメラで撮りながら編集して紹介します。まず先に野球の試合を撮ります。野球の試合を撮って、まずカメラですよね。このこういうカメラとか、業務用カメラで撮ったりとか、そういった素材、試合のデータをまずパソコンに取り込むんですよね。僕の場合は業務用カメラで撮ってますので、素材を録画した試合データというのはこういうカードに記録しています。ちょっと変わったカードなんですけども、 S/S という SD カードみたいなちょっと大きな業務用のカードになります。これをこの機械に読み込ませます。で、僕の場合はですね、編集ソフトは Educe を使っています。今何試合か出てきてるんですけども、はい、まずはですね、Educe を立ち上げました。で、撮影してきたデータを今取り込み終わりました。それがここに、ファイル3つなんですけども、3つファイルがあります。それを、まずここにタイムラインに配置します。とりあえずですね、ざっくりと配置します。で、つなげて、配置していきます。一通りつなげますと、ここに3つのファイルを、こことこことここですよね、3つのファイルを1つのタイムラインにつなげました。で、この試合はですね、僕の撮影の場合はあまりカットとかはしないんですよね。試合が始まってから終わるまでほぼノンストップで撮っています。よくすごくカットが多く編集、カットが多い編集してる方もいらっしゃるんですけども、それはそれでまたいいと思うんですよね。時間の短縮にもなりますし、ただですね、撮影しながら一時停止、スタート、これを繰り返していると、僕の場合ですね、一度プレイが始まっているのにスタートを一度だけ押し忘れたことがあって、
で、まあ、それからはですね、もうほぼほぼノンストップ、5回裏のグラウンド整備のところでは一時停止をしますけども、ここからがまずスタートなんですね。まず、順番、僕の場合の順番としては、まずタイムラインに試合のデータを配置します。その次に、ここにあのショットマークといって 1チェンジごとにマークをつけてるんですよ。よくあのメモリーショットとかメーカーによってはですね、家庭用のビデオカメラにもマークポイントとかなんかいろいろこう言い方は違うんですけども、そういう機能がついてたりします。業務用のカメラはショットマークと言いまして、自分の好きなところでショットマーク、付箋みたいのを貼れるんですね。それをつけておくと、ここが1回表1回裏、2回表2回裏っていうふうな感じにですね、こう分かりやすくですね、印をつけることができるので、後で作業をするときにすごく便利です。まずですね、配置して、僕の場合はこのいらない部分、このチェンジして次攻守入れ替えてグラウンドに出るまで、この時間が、結構時間が無駄だったりするんですよね。この時間が、まあ、早い時で1、2分、長ければ2、3分くらいが平均的だと思うんですけど、その時間がすごい無駄なんですよね。今現在ほぼほぼノンストップ、まあ、グラウンド整備はカットしてます。この試合は、試合撮影時間は2時間7分、2時間7分なんですよね。で、ここのマークがついているところがチェンジして攻守入れ替えの部分、およそ 2、3分くらい平均、これが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、ですから、まあ、仮に10個あったとしても、2、3分の無駄な部分が10個、その部分をカットすることで2、30分くらいは時間の節約になるんですよね。2時間、まあ、ざっくり2時間7分、約2時間なんですけども、1時間半に縮まると、こういう感じの節約っていうか、無駄な時間はカットして、試合時間を縮めることができるという、こういうところから始まります。まず簡単なチェンジカットが終わりましたら、この試合はですね、まあ、リーグ戦なのであまり手の込んだ編集はしてないんですけども、こういうふうな簡単なテロップをつけて、試合のどこ対どこの試合なのかというのを、作ったりします。これも後で、後々説明いたします。あと僕の場合はですね、戦績ですよね。ここの試合に来るまで一体どんな試合を繰り広げてきたのか、そういうのもですね、ここに例えばこういう感じで、何月何日にどこ対どこ、何対何でどこの球場でやったと、それを、こういうふうに出すわけですよね。下から出して、で終わったらまた引っ込めると、こういう感じですよね。打順も部分に1番からこういうふうに出します。あとはフォーメーションですよね。フォーメーション、守備もこんな感じで出します。で終わったら
消すと。あと控え選手、控え選手もですね、せっかくにベンチに入ってるんですから、控え選手も入れてあげます。という感じですね。こういう感じで控え選手も入れてあげます。あとプレイがかかったら、どこ対どこ、何回戦、こういう感じで出してあげるのもいいかと思います。結構僕気にしてるのが色ですよね。色合いがですね、ちょっと今画面で見にくいんですけども、必ず色調整っていうのをしてるんですよね。例えばまあこの辺だとして、色調整はですね、カラーコレクションっていうのがエディウスにはあって、スリーウェイカラーコレクションっていうのをよく使います。でこの時はですね、カラーバランスが5、ホワイトバランスが現場で51だったかな、51です。51ってあの5100ケルビン、ホワイトバランスがですね5100だったので、はい、それではチェンジカットしていきます。結構いらない部分ってあるんですよね。印つけたところを追っかけていくと、チェンジした箇所が分かります。でここでチェンジしまして、この得点が移して1イニング終了と、ここでカットします。でマウスで飛ばして、次のメンバー紹介ですよね。ここから始まるので、このカット、このカットしたところがこれでいくと、短いですね。40秒くらいですからね。ここをカットして縮めます。こういう感じで、とりあえず試合の流れよりはチェンジした部分、ベンチに戻りました。である程度取ったら得点板、ここでカット、で次試合が始まる前でまたカットと、この繰り返しでいくんですね。でこの一つの試合にタイトル、戦績、控え選手、打順、あと守備のフォーメーション、あと得点、あと試合終了のテロップ、僕はこの最低7つくらいをですね、このくらいは入れるようにしています。で入れたものがですね、今これからこれ編集するんですけども、もうすでに終わっている試合がありますので、はい、こんな感じになります。まず得点板からチームの挨拶をする箇所、
でスタンドでベンチを軽く取って、まあ、どんな選手がベンチでどんなことをしてるかとか、あとエンジンを組んだり、こういう感じですよね。テロップを入れます。で次は打順ですよね。打順を入れます。でプレーがかかってここに BSO これが入ります。で14時27分で、次のバッターが今飛ばしてますけどね。イニングが始まる前にピッチャーが何球か投球練習するんですけども、あと1球というところからカットして始めるようにしています。審判がですね、球審がワンモアピッチってこう1球あと1球ですよっていう、こういう仕草をジェスチャーをした後から始まるように動画をカットしています。こういうエンジンを組んでいるときは、エンジンを組んでいるところを映してあげると喜んでくれたりしますね。でまた始まります。でまた終わって電光板、でカットで、ショットマークの次の、審判が もうワンモアピッチしてますね。ここも始まる前にカットして余分な部分、ちなみにこの辺で、1分くらいですね。結構思ったよりも早いです。でまた試合が始まって、ここでカットするとですね、ここで、今3回の表が終わったとかですね、分かるんですよ。すごい見やすいんで、とりあえず今、1回から5回の5イニングのチェンジカットをしたんですけど、これだけで、先ほどは2時間7分くらいだったんですけど、今7分が節約できて、およそ2時間7分カットできたと、こういう感じですよね。もしかしたらですね、この試合はチェンジがだいたい1分くらいなので早いので、後半もおそらく、7つくらいあるので、まあ、仮に1分だとしてまた7分くらい節約できるんで、まあ、2時間ちょっと切るのかなっていう感じですね。出来上がった試合は僕の場合は2層式の DVD に焼き込んだり、あとブルーレイも作るんですけど、2層でだいたい僕の場合はですね、2時間を超えないような感じを目指して作ってはいるんですけど、
どうしても長くなっちゃうと2時間軽く超えたりとかあるので、まあ1時間くらいだったら一走でもいけるんですけども、まあ1時間半超えたら、まあほぼ1時間超えたらもう2走ですよね。2走のディスクを 8.5 ギガですよね。これを使うのをおすすめします。画質が、まあ、いくらかやっぱり違うんですよね。書き込み方法とか、どんな設定で書き込むとかですね、いろいろあるんですけども、これまた次の動画で紹介してみたいと思います。今回はですね、まずチェンジカット。チェンジカットをするだけで、そのチェンジした、試合プレーがかかっていない攻守入れ替えの時に、まあ、今編集したのはおよそ1分くらいなんですけど、長いとですね、やっぱり2、3分とかあるんですよ。まあ、土地が変わるとですね、いろいろこうあるとは思うんですけども、まあ、1分から3分以内、1分が10個あれば、まあ、10分ですから、10分試合時間を縮めれるということになります。まあ、少しなんですけども、まあ、少しでもですね、画質を落とさないようにするにはですね、やはり不要な部分はカットしていった方がいいのかなと僕は思います。前回以前の動画で、僕の場合は業務用カメラなので、大きなカメラで右左振って、選手も追いかけたり、ボールも追いかけたり、いろんな観戦してる人を撮ったりとか、まあ、自由にできるんですけども、家庭用のビデオカメラでこういうふうに選手を追いかけたり、ボールを追いかけるのは結構難しいんですよね。僕もいろいろ何回かチャレンジはしてみたんですけども、なかなか厳しいです。それでその以前の動画でおすすめの撮り方っていうのを紹介したんですけども、そのおすすめの撮り方って一体どんなのというふうな、ちょっといろいろジェスチャーも交えて僕紹介してはみたんですけども、なんかピンとこないっていう方が結構いましたので、実際に、ホームビデオカメラで僕が説明した通りに、こう仕草でこっちに振ればいいわけですからね、なんて簡単に言っちゃったんですけども、一体そういうふうに撮るとどんな映像になるかっていうのを補足でここで説明したいと思います。ちょっと画面のあれで本当に申し訳ないんですけども、まずここがキャッチャーですよね。ここがキャッチャーです。で、ここがピッチャー、セカンド、センター部分ですよね。人を取ればいいわけなので、キャッチャー、このバッターボックス付近の人と、このセンターのこの辺に人が立ちますので、こことここを上下少し余裕をつけて、カメラをズームを固定して、あとは右左という説明したんですけど、右左に振るとこういう感じになります。ちょっと家庭用なんでこうズームが早いんですよね。ボールがこっちに行ったら振るだけ、何が起こってるか分かるわけなんですよね。で、こっちにボールが行ったらこっちに振るだけ、ここで何をしてるか分かるわけなんですよ。で、それをこういう感じでこっちに振ってこっちに振ってっていうのはそういうことなんですよね。で、またピッチャーにボールが戻ったら真ん中に持ってくるだけで、また打ったり走ったり、ボールが行った方にカメラを向けるだけ、こっちに行ったらこう振るだけ。これだったらですね、こう勘で右左って振れるので、これだったら誰でもできそうな気がするんですよね。これをぜひお試しくださいという説明をしたんですけど、これなんかうまい説明ができてなかったみたいで、ちょっとこういう動画を流して作って撮ってみました。上に上がったボールとかはですね、こう上に向けたりとかあえてしない方がいいです。構図からボールが仮に捉えたとしても、一回でも見失ってしまうと、小さいカメラで
また軌道修正っていうのはほぼ無理なんですよね。あとズームをかけるのも、思いっきりズームをかけるのはいいんですけど、ズームをかけすぎて人を見失うと、また元の軌道に戻すのが非常に難しいんですよね。球場をですね、もっとこう全体に一番ズームを引いて全体に撮ってる人もいるんですけど、人がちっちゃくて誰かも分かんない、ボールがどこに行ったかも分かんない、ただなんか人がこうちょこちょここう動いてるような、そういう前景でしか分かんない。でも、中にはですね、守備の動きを見たいんだとかというのもあって、そういう撮影は間違いでもないんですよね。どういう目的で撮ってるか分からないので、一概にですねそういうことも言えないっていう部分があるんですよ。まあ、みんな前傾を取ってスタートをしちゃえば野球も見たいと思うので、そこからいなくなってスタンドの方に移動してしまう。でグラウンド整備5回裏が終わって、また戻ってきて一旦一時停止をしたりね。で試合が始まってスタートをしたらまたスタンドに行って応援したりとか、こういう方が結構いるので、試しにですねぜひこれやってみたいという方はチャレンジしてみてください。ここで、試合を取るのに集中するか、試合を見るのに集中するかという選択肢がここなんですよね。なんか前回の動画であんまりこう意味が伝わってなかったみたいで、申し訳ありませんでした。こういう意味なので、チャレンジしてみてはどうですかという内容でした。今日は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。